ケットに到着。Thank you。はい、土曜日です。あっという間に入れたね。さあ、次の国に入国です。微笑みの国にタイへようこそ。プーケットです。思ってるよりずっと都会。すごいね。すごい。空港がめちゃくちゃ大きくって。至る所から飛んでるな、飛行機が。そうそう。なあ、トルコ、ロシア、モンゴル、あとはあれもあった、UAE もあったし。うん。すごいな。すごいね。出てくるの超早かったね。最高に早かったね。飛行機降りてから10分だもん。プーケット。さあ、バスはどこだ。出たとこにインフォメーションがあって。すぐ聞けます。やっぱドメスティックの方に行かないとないとにね。そうそうそう、うん、ここだって言ってまっすぐ行ったら人が悪い32、日本円に関しては21、もうほぼ5じゃん、1バーツ5円じゃん、うん、やばいな。まっすぐ行ってドメスティックのオレンジのバスに乗ってって言ってたね。暑いな。ここがパブリックトランスポーテーション、これがプーケットタウン行き、あ、パトンビーチ行きかな、これが。パトン行きです。他にもあるのかな、3路線ぐらい出てる。これが路線図で。プーケットバスターミナル1。ラワイビーチとカタ。行き先によって3路線出てます。出発です。ここから1時間半ぐらい。バスでプーケットタウンまで行きます。1人100バーツです。夜になっちゃったね。ナイトマーケット間に合うかな。バスがガソリンスタンドに入った。こんなことあるの。よくあるあるだよね。ガソリンスタンドに寄りますって。すごい良い道だね、ずっと。うん、早い。早いけど、やっぱ1時間半ぐらいはかかりそう。うん、オールドタウンっていうところまで来た。もうすぐなんだけどね。ね、うん、みんな降りちゃった。満車だったよ。ね、結構外国の人、日本人だと思ってたしな。もうちょっとで到着です。はい。バスターミナルです。はい、上にあるのが京都のホテル。今日から4泊。あれだね、うん、ちょうどちょっと光ってて見えづらいけどすぐだね。あそこホテルに到着しました。ロイヤルプーケットシティホテル。でチェックインができました。何階でしょうか。10階にアップグレードしてくれた。わ、ちょっと古いホテルだけど、うん、いいよ。朝ごはんもついて、なんか9時まで出て10時半までだって言ってたね。そうお食事が6時半から、そうお食事が出るのは9時まで、ね、そうで10時半までいいよって言ってたよね。そうで、なんかツアーもピピ島のツアーが2200とかで行ってあげるよっていうのがあるから、あ、まあホテルで申し込めるの楽ちんだね。そうで、今日はナイトマーケットあるから行ってみてっていうのと、うんうん、あとあれも教えてくれた、レンタバイクは前はあのコンプレーンが多いからちょっと奥行った方がいいよって言って、うんうん、すげえ親切。すごい親切だった ね。え、どこ。あ、ここだ、端っこだ。わ、お部屋はなんと角部屋。すごい ね。12階、うん、なかなか広いベッドで、すげえ広いベッド、ね、ホテルのルーフバーです。よし、じゃあナイトマーケット行ってみましょう。結構いいねホテル。あのバーもいいじゃん、うん、上のルーフトップバー結構ね、うん、お酒もそこまで高くなか1000円ぐらいで飲めそうだったし、うん、いいよね。いい感じです。すっと6階登ったら上に行けちゃうから、で
って帰って寝るから ね, からね、うん、最高かも。ではちょっとナイトマーケットすぐ行けるよって言って教えてくれたから、うんね、なんか2通りあるみたいだね、うん、が 2、うん、2本あるみたい。ソルフェ、うん、あソルが道通りみたいな、ソイ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 じゃなかった、ソイ、うん、タイの物価感とか何も分かんないからな。そうだ ね, ね、うん、マレーシアとベトナムはね、まあ、ベトナムはもちろん住んでたからよく分かるし、うん、マレーシアもさ出張でトータル2年ぐらい来てんじゃないかなと思うんだけど、うん、結構長く行ってるし、うんうん、よく遊びにも行ってたから、うん、ね、勝手がよく分かってるけど、タイは本当何も分からないからただの観光 Vlog です多分美味しい美味しい言ってるだけじゃない、お綺麗とさ美味しいしか言えないっていう、何も分からないからこの経済がどうとかも、うん、まあ、渋滞がすごいとかね、うんうんうん、まああとはあれだけどね、結構駐在の人がこうやっぱ回ってるから東南アジアって、うん、ベトナム来る前タイいたとかさ、タイを拠点にさこう東南アジアで営業してる人とかね、うん、そういう人がいっぱいいたから話はよく聞いてて、もうタイはバンコクは日本ですって聞いたから、あもう何でもあるって日本のもんが。なるほど、うん、まあ行ったもんね、実際ドンキホーテができたって言って、そうそうすごかったもんね、感動したもん、うん、まあ、ちょっとどんなところかな、まあ、まずはプーケットで4泊ぐらいしてその後バンコクにも行こうと思ってるんだけど、あこれねキムズマッサージってなんかすごい有名なマッサージ屋さんだ、結構安くて1時間でタイマッサージが300バーツだって。食器屋さんに、レザーに、カバンに、ジュエリーに、いろいろ売ってます。あ、雑貨だけかと思ったらここは食事ゾーン、すごい美味しそう、何あれ、すごい、あ、なんか春巻きみたいなの乗ってるし、ここはお酒なのかジュースなのか、お酒か、カクテル、あ、モクテルだね、それモクテル屋さん、美味しそう、すごいじゃん、すごい美味しそう、わ、美味しそう、お魚とか、お魚のお弁当だね、なんかご飯が280円ねえ、うん、あってサテじゃん、あ、焼き鳥みたいな、あ、サテじゃんねえ、へえ、美味しそう、あ、なにこれ、シャンゴレンか、違うか、あ、グリルドバナナ、あ、シャンゴレンか、へえ、あ、クイテオじゃん、ホタイ、ホタイだ、美味しそう、クイテオ、はい、美味しそう、あら、たこ焼きが人気だ、どういうたこ焼き、あ、いい、お、すごい、たこ焼き、あ、わあ、美味しそうなたこ焼き、美味しそう、なんか、あんなに大きなタコ入れるの、イカだな、イカだな、イカ、タコじゃ食べないんだな、すごい、あ、美味しそう、すごいね、ほんとさ作り方がさ、ね、あの食い手をと一緒なんだよ、食い手をは最後に卵入れてたけど、うん、同じ麺使って味が違うんだな、うん、おいしそう、80だった60、うん、でこちらは何だ、こちらはなんか焼いてるよ、おいしそう、これもこれタイココナッツパンケーキだって、知ってんの、
美味しそうじゃない見た目が。いいね。40バーツです。7個で。9個で50バーツ。お土産屋さんとか、あ、かわいい。結構かわいいピアスとか。お、サンドル屋さん。ほら。300円くらい。結構値段的には安いからさ。結構さ、しかもセンスがあるんだよな、お土産の。かわいいレザーか。メイクはレザー。あそうだね、タイはやっぱり300円だもんな、いいよな、うん、すごいね、結構なんかちょっとしたお土産物にいいよね、うん、結構見ててさ、しかもさ、こう大体お土産って決まってくるけど、いろんなものが売ってるから、そう結構ね、面白いです。ここでもココナッツのあれがあるの？これベトナムに昔いっぱいあったよね。あったあったね。で、こんなのも定番っぽい感じのやつあります。これさ、あのザビーチでさ、うん、ブラピじゃないや、ディカプリオが泊まってた安宿、あ、うん、確かそう、これ、これは何だ？ねえ。ここがもう一つのナイトマーケットの通りだね。夕飯をここで食べようか。もう終わってきちゃったね。ここになんかさ、タイ料理っぽい店があったから。カンナビスじゃないよ、こっちだよ。ここでいいじゃん。
24番とあこの19番とかも美味しそうだけどね。24番と48番と48番、うん、あこれね野菜の炒め物、うん、それから64番、64番、うん、これもあ美味しそう。多分これガパオじゃない。ガパオっぽいねこれ、うん、64番と80番、うん、これ80番これ、うん、美味しいんだよこれ。もち米とマンゴー。飲み物はおおすごいね風が。レッドサワーソーダこれ美味しそう、うん、これタイの最初のご飯は屋台みたいな、うん、オープンタイ料理ばっか頼んだよ。美味しそう。これいただきます。何これ、美味しい。お酸っぱい、酸っぱい、酸っぱいって書いてあった。甘くない、甘い。あめちゃくちゃ甘いイメージじゃんこれ、うん、マレーだと、うん、美味しい。飲んでみよう。初めて飲むなこれ、うん、酸っぱいそうだ。超うまいな。超美味しいねこれ、うん、ちょっとなんかチープな味がするけど美味しい。美味しい。来ましたよ。一皿目。美味しそう。ヤムウセンかな。うん。美味しそうだね。美味しそう。食べていい？うん。ちょっとスパイシーって言ったんだけど。いただきます。うん。やべえ。美味しい？超うまい。やばいよ。美味しそう。さすがタイ。めっちゃくちゃうまい。うん。ビビるよ。なんか来た。これもうまいのよ。今なんか練乳かけた？多分ね、このもち米とさ、うん、こっちは一緒に食べるんだ、ね、マンゴーと。そうそう、要はイメージはあれだよね、おはぎみたいなもん、日本でいう、うんうん、甘いのと米。いただきます。あ、うまっ。おいしい。これは嫌いな日本の人多いと思うんだけど、うん、この組み合わせが。あ、俺は大好き。これ何？練乳じゃない。何？ココナッツ。ああ。ココナッツ。教えてくれた。日本語が通じたぞ今。これは何って言った。すごい。うん。ああ。どう？うん。美味しいでしょ。美味しい。これ何これ？それもお赤飯みたいなご飯でしょ。多分。うん。これとこれ一緒に食べるの？そうそう。甘くなればなるほどこういう食べ方するよね。うーん、おいしい。おいしいよね、うん、マンゴーが、マンゴーめちゃくちゃ甘い、すごい甘い、うん、でココナッツミルクかける。そうそう、うーん、ガパオライス。おいしくないわけがない。いただきます。あーうまい。おいしい。超うまい。あーやっぱ本場は違うな。うーん、美味しそう。辛い？いや、辛くない。うん、あ、うまいな、なにこれ。あ、これは辛いぞ、ここは多分。これな、避けないと多分辛いと思うんだ。うん、はい、次が来ました。美味しそう。野菜炒め、それ500円ぐらい。そう、120バーツだったかな。うん、ガリック味。美味しい。醤油味か。何味って言うんだろう。ちょっと得体の知れない味だけど。とにかく美味しい。いいね。ちょっとね、他のもん辛かったから。うんうんうん。詳しくは言えないんだけど。うん、美味しい。唯一高級だもん。それ70だ。120だもん。あれとはちょっと違う。あのペナンで食べたやつとは味付け。あれは全部中華だもんね。うん、ものすごく美味しい。ガッパオがこれ70。美味しそうなの来た。またそれはなんだ。野菜炒めライス。あのね、豚肉が入ってます。それいくらだったんだろうね。美味しそうだね。美味しそう。ちょっととろみのついた。あ、また違うね、うん、いただきます。わ、いい匂いする。美味しい。うん、なかなか美味しい。うん、
これはどちらかというとペナンで食べた。なんか中華っぽいもんね、うん、に似てる。おいしい。すごいな、うん、この野菜炒めといい、ガーリックも効いててね、とってもおいしい。マジここホテルから10分ぐらい5分ぐらいか、うん、毎日来ちゃうかもな。めちゃくちゃおいしいもんな。結構ねこう新鮮というかまだシャキシャキしてる、うんうん、いいね、うん、面白いなこれ。本がいっぱいあるの。英語、ドイツ語、ロシア語、あと何語だろうね。昔はよくあったよね、本の交換とか。長旅してるとさ、今みたいに携帯がないから、あの日本語が読みたくてしょうがないくなるの。すごい、日本語いっぱいある。あ、すごい、地球の歩き方とかもある。いや、うまかった。マムキッチン&ライブラリーレストランっていうんだね。確かにライブラリー、そうだね、日本の方いっぱいあったよ。地球の歩き方とかもあった。今日のでいくらでしょう。食べまくったよ、5種類とジュース飲んだんでね。500バーツ、2000円。安いよ、超安い。カンナビスショップ、うん、なんかタイ合法になったんだったっけ、なんかよくわかんない、なんか合法になったけどまた禁止するとか、ね、でも怖いよね。タイは OK でもさ、うん、マレー来たら死刑だろ確か。怖いねな、うん、どうぞ。いただきます。なんかすごい蜂蜜入れてたもんね。何これ、マジ超うまい蜂蜜レモン、うまっ。うん、美味しい。はい、さあ出発です。ああ着いたかな。ご注意Listen for information. So and after that, you still have more time for take a break for breakfast, and then they will separate you by the color for the boat. Thank you. Oh, すごい人だね。今ね、シーエンジェルっていうツアーに申し込んで。でホテルピックアップしてもらって今ピアまで来ました。そうそう、なんかシーエンジェルは専用のね、うん、シーエンジェル専用のピアみたい。ここでなんかコーヒーとかをもらってから船に乗ってピピ島に今日は向かいます。なんかすごいねこれで9時半ぐらいまで自由にしろって、で9時半になったらこの色で行き先をみんな分けてくれるらしい。そうそう、何があるか見てみる、うん、これが朝ごはんで、タバコはあっちで、うん、みたいだね、うん、エンジェルのクルーズ船どれか、ちっちゃい、俺らのスピードボートだからこんな大きいのじゃないと思うよ。ああいうのでしょ、ああいう感じだよね、多分。この大きいので行くのもいいな、ラグジュアリーっていう。うん、大きなクルーズ船のやつもあったよ。ツアーで時間がかかるんだよね。そうそう、うん、On PB Island, everything too expensive. For example, in some worst form, if you buy only small water like this on the island, 100 baht, too expensive. Somebody you love drinking beer, somebody wants to buy something to drink beer or some snack or some beer, some cocktail. I recommend you.ここで買いなさいって、高いからここで買っときなさいって。で、なんか説明してくれるんじゃないかな、ここで。そうそうそう、なんかピピ島のピピレイっていうのとピピドンっていう2つのね、島があるみたいで。Good morning! Thank you so much, I love you. Do you love me? Yeah. I don't believe. Okay, everyone. Now, actually, I'm a tourist guide of this company as well. Now, but today is my day off.
So I'm here to explain you for the program today. Maya Bay right here in 2000 was the main location of which film movie? Which movie? The beach. Huh? Titanic. No. The same actor, but no.ほぼオプショナルツアーの売り込みだな。ロングテールボートが1800だったかな。それからスキューバが1700、うん、あとウニがいて刺さるから靴を買いなさいって言って、うん、大人気靴。靴は大人気だね。いくらなんだろう ねこの靴がね350バーツ、うん、1500円ぐらい、うん、大人気だ ねどれだ、分かれてんのかな本当にこれなあ、すごいな。さて出発。いっぱいいるよスピードボート。すごいね。どれピンク。Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Woo.Thank you.
すごいね、いるね、結構魚が見えてるもん。透明度もすごいね。リペ島よりすごい。リペ島よりすごいかもね。すごいね。綺麗だな。リトルシャークがいるんですかね。すごい魚がめちゃくちゃ綺麗です。うわ、わすごいね。来た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 。気づいてない、隣にいっぱいいるの。違う方とか。こっちこっち。ここからマヤベイまで歩いていくか。行ってみよう。すごいよ。本当？楽しみだね。3年間4年間閉まってたって言ってたね。あ、だからあの泳ぐのはもう、あ、じゃなくて、いや、もう入ること自体がダメなんでしょ。あ、なるほどね、うん、4年間ニュースになってたよね。でも閉まったっていうのはなんかニュースでなってたよね。わ、すげえ。すごいね。すごい綺麗。なんか有名な観光地だから大したことないと思ったらすごかったわ。すごい。このサラサラの白い砂と、この美しい海と全部囲まれてるからさ、ね、岩で。
アンダマン海やっぱ綺麗だね。すごいね。いやーすごかったぜ。すごかったねー。いいところ。綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗だったねー。なあ。いいねー。泳がないから環境保全になる。そうそう、なんか、ね、サンオイルとかさ、日焼け止めとか、うん、そういろんなオイルが良くないって言ってたじゃん、サンゴに。うん。うん、なんかサンゴをこう植えたんだよね。あ、そうなんだ。ちょっとそれを育てて。あ、これはなんだ、みんな待ち合わせか。あ、ちょっと食べ物屋さんもあるんだね。飲み物屋さんか。俺らのは全部ついてるからな。ジュースも水も飲み放題。アダルト400バーツだね、入園料。含まれてたんだな今日のには。そうだね、ツアーに含まれてるってパーフェクト。そう考えると結構含まれてないのもあってさ、別でって書いてあったり。めちゃくちゃ安いじゃん、俺ら今日1600だよ、2人で、うん、1人1600でさ、1人1600で400これが入ってるから、うん、1200だぜ。安い超安いな。安い、ね、なあ。すごいな、ピピ島っていうのは。バーガーキングもあればマックもあるぞ。ピピ島アイランドっていう。
ちょっとフラフラしてみる、うん、1時間ちょっと時間あるからさ、結構都会だね、なあ、いろいろあるね、反対側にビーチがあるっていうからさ、ちょっと後でビーチ行ってみようよ、うんうん、すごいな、どんな感じ、あー高いな、確かにスパイシーシーフードサラダ250、4倍ぐらい3倍ぐらい、あロッティは食べそう、食べれそうだけどね、プレーンで60、ヌードルとかで100とか、ココナッツが100だ、ちょっと高い、でそんなとんでもなく高くもない、倍くらいかな、マックもあります、本当だ、すごいな、トイレ50バーツ？ここでちょっと休憩するか、気持ちいいじゃん、せっかくピピまで来たんだし、あブレックファーストは2時まで、70か、うん、もうちょいしたかな、忘れちゃった、来ましたよ、ガパオライスチキン、そうだね、あとトムヤム、トムヤムくんチャーハン、トムヤムくんチャーハン、まあご飯ついてたんだけどね、うん、ビュッフェでつまんないからさ、うん、ビーチ沿いで食べたいなと思って、いただきます、おいしそう、リゾート地で180バーツ、180バーツか、700円ぐらい、うん、だんだんいいよね、いいね、なんかちょっと離れた方が安いのかな、うん、ね、うまっ、超うまい、なんこれ、こっちももらい、どうぞ、あ、うまい、超うまい、このガパオ美味しかったね、いくらだったでしょう、400、1600円か、まあそんなもんか、うん、美味しかった、うん、結構さ、この中も値段が違うんだね、レストランまあね、うんうん、この船が着くところは結構高かった、高かったね、ちょっと歩けばね、ちょっと歩いて5分ぐらい歩けばだいぶ、うん、値段も変えられそう、うん、まあでも今ので1600円だから、ジュース1杯と、うん、あとチャーハンとあれ、向こうだと200ちょっとかな、う
今の料理だったら、まあ、島の中だからやっぱり、ね、そうだねけど全然許容できるな、うん、うん、最高です。こんなんだもんね。わあ。向かいに、うん、だいたい時間通り来ないな、ね、俺らだけだよちゃんと守るのな。20分ってやれたら20分ちゃんと待ってるし、みんなだいたい10分遅れぐらいが普通だし10分遅れぐらいからじゃあ行くかっていう、そうそうそう